本が1945年に戦争を負けるまでは天皇っていうのは神様だと思われたでしょ。だからそこでつながるんだよ。天皇が神様だから、その天皇を守るために戦争しましょうっていうふうにしたわけです。その昔の時代は天皇神様って言ってないんですよ。昔の江戸時代だとか侍の時代っていうのはそういう話はないっていうのが今ブラジルに神棚がある元の話なんです、だからそこに信仰もないし教えとかっていうのもはっきり言ったらそんなになくて、日本が当時戦争をするためにそういうことをした名残ね、残りが今みんなの家に神棚としてありますよ。じゃあやっぱり占いのそういう話があるからうちの宗蔵はだから成長名なのよ。それで仏壇は成長名ね、それでこっちは神棚がちゃんと今でも守ってる。私窓から攻めるおばあちゃんは仏教なの神道なの、それはこの間お話したの。仏教は何か成長の一つ、そしてその神棚なんていうのがある。でもその神棚の構えや安全とかさ、大作にとかそういう神様を祀ってから私はね、商売繁盛とかね、そういうのをやってるから家がね、だからそれじゃあ皆様で。私神棚を選ぶって言われてからは自分が迷っちゃうんですね。そのことが分からないからちょっとやらせたんですけどね。僕神棚焼いたこともないし、うちにもないし、知らないですよ。だから僕ら言うのは恵んでくれるものと思って5年分の時には神棚は必要ないですよ。ねえ、やった方がいい。だって私、いとこに聞き損なったの。いとこっていうのは母方がお寺さんなんですよね。だからうちの親玉だからそこから育ったけどずっと二つ一緒に。それでお寺に行ったらやっぱりきれいにして、小さいけどきれいにして。私もかざしたと思う。そこからやってくれたんですよ。私はでもすぐダメにしちゃう。サンパラもダンスしたりして、いいとこは忙しいので、なくなるし、それは今もない、仏壇だけ来た。でも私、親にも分からなかったから、大事にしてあるけど、今回の選手が嵐にあって、私がありますから、だから、どうしようもない、分かんないよね。だから、ハンドルなんかも迷って言って力をつけて。その時には阿弥陀様のほかに神様にも助けてもらわねって言われたので、日本人忙しいですよね。仏壇あって神棚あってイグレージャーみたいな、どこ行くのって話なんです。最後は自分がどこに行くかって決めなきゃいけない。答え合わせなくてもちゃんとかけたお父さんの宗教はどう信じですねっていう話だけなんです。それで神棚を捨てなさいとは僕は言わないし、それで捨てようって決めたら捨てたら役のとしてね、役か役になったらやりたらいいし、それは僕は例えばそんなもっとなら町は食べようとは僕言わないですよ。でもいるんだったら置いとったらいいし、でもね、誰に救われるかっていうのが分かったらいるかいらないかで見えてくる。だから神棚ってそういうこと。だから神様が家守ってくれとるっていうのは安心しますけど、でもその考え方ってその例えばポッドキャストでいう良介税っていうね、こととグラサフ良介とね、事故あって死ななかったグラサフ良介一緒のことでしょ。考え方がね、本当に。例えば神様おるんだったら事故に遭わんじゃんって僕思う。事故に遭って死ななかった守ってくれた、本当におるんだったら事故に遭わさんかもしれないし、神棚ある家は火事にならんか喧嘩せんかね、そうじゃない。全部それは人間のことじゃない、人間が決めるわけでしょ。私たちがちゃんとしとったら喧嘩せんように過ごしたら家で喧嘩がないし、ね、家事ならんようにちゃんと食い出しとったら家事ならん、間違えんように運転しとったら自分の力で自分のせいで事故になることはないわけです。でも外からのね、外から火が飛んできたとか、ね、外からぶつけられたとか、そういうことはあるでしょね。ね、それが仏教の縁起ってことじゃないですか。じゃあ別にこれぐらいに住んでよかったなって考えるのはそれはいいと思う。それを神様のおかげだとか言い出すと、いやそんなの最初からね、最初からちゃんと守ってくれよって僕はちょっと思います。外見はちょっと無責任なのね。デイスキーがあるんだ、デイスキーさんって言って、私うんだっていうのは世界中を照らしてるその神様と何神様頼りしたっていうのを同じ天気根幹やってるわけですよ。今度また会いましょうねみたいな、治療好きでとかね、デュースキーサービス言うでしょ。いやいや、あなたが会いたかったら、お寺来たかったら来たらいいし、来たくなかったら来なかったらいいし、デュースが全部決めて連れてくるわけじゃなくて、私たちが自分で決めて来るか来ないか、ね、するわけでしょ。だからまあ、さっき誰か無責任っていうね、そういう考え方だとちょっと無責任だなと思ってこない。仏教の縁起っていうのはある意味人のおかげなんだけども、それはそこにある意味自分の責任っていうのがある、ね、自分がこれをするかしないか。人生って全部僕30するでしょ、生きてない。常に選ぶでしょ。今日でも来るか来ないかね、行くか行かないか、するかしないか、全部いつも選んでるじゃないですか。選ぶの誰かと自分なんですよ。私それ言うと外人といつも口論になっちゃうの。喧嘩はせんけれどね、本当に言ったと分かんないのにやめたくなる。私そんなところで時々外人とぶつかりかけるのね。本当に甘いところで私が逃げた方がだから頭のそのシステムが違うから、考えが違うからね。その何でもね、お寺の人でもすぐ。今でも外人も大根、お寺のマリガにも来るよ。知りたいってね、見せてくれるからいろいろ説明してくれる。神様のことも関係するんですけど、仏さんのことも関係する。うちの息子がね、同じ家に住んでたのに、あの子はみんなのね、おばんちゃんとちゃんと拝んでたんですよね。それがね、急に亡くなったんですよね。その時には自分と神様も仏様も信じられないと思いましたね。それでも本当一月ぐらいはね、もう魂が抜けたようになってね、私自身がね、もう何にもする気がなかったんですよね。それでも先生に四十九日が済むまでは私もお寺に行くっていうあれがなかったんですよね。それで休ませてくださいって頼んでいたんですよね。でもまあお寺でその資金稼ぎのために焼きそば会があったんですよ。その時にとにかく出てきてみなさい、お寺にね、手伝う手伝わないのあれじゃなくて、出てきてみんなの中に入ってごらんって先生に言われて行ったんですよね。そうみんなはもう息子は亡くなったことは知ってたんですけどね。でもやっぱりそこでね、みんながのつながりっていうのを強く感じたんですよね。みんなもそこのお寺に息子は手伝いに行ってたから知らないわけじゃなかったんですけどね。それを知っててね、ものすごくなんていうんですか、もう変なっていうからおかしいけども、力もらったような人がすごく元気になったんですよね。それで2日間手伝って帰ってきたらまた疲れちゃって、うちで1週間ぐらいもう寝てたんですけどね。だからその時思ったんですけど、これだけ自分のうちでも仏様は、まあ、信仰ですよね、そういうことしてるし、神様もちゃんとあれしてたのに、まあそれは前触れっていうし、亡くなる時は前触れとかそういうものはないですけどね。そういうふうにもらった命なんだろうかなとは思ったんですけど、そういうことに対してすごくショックを受けたんですよね。でも例えば毎日仏壇に手を合わせていたら、うん、ちゃんと長生きしますっていう教えじゃない？そういう保証はないですよね。ないでしょ。はい、それは多分ね、どんどんいくでしょ。絶対保証しない。それは絶対です。だって命っていうのはそういうもんだから、ろうそくがね、短いろうそくとあったらどっちが先に消えますか？どっちが先消えますか？短いろうそくと長いろうそくどっちが先消えますか？やっぱり短い方です。相手っていいんち。風の具合なんです。白紙で無常の風ってあるじゃないですかね。出てくるでしょ。だからいくら短くても99歳でね、もうないかな言うてもね、5歳生まれてすぐ5歳に風が吹いたら消えます。それが命でしょって言われるわけじゃない。それは別に俺プレテンチもありますね。仏さんが命決めるとか関係ないと思う。それはまずね、その頭に置いといて。だから死ぬ縁、ね、と生きる縁。私たちは今生きる縁をもらって命がここにあるわけです。死ぬ縁が来たら死ぬわけです。病気なのか事故なのか分からんけど、急にここが止まったら死ぬわけ。それが死ぬ縁だから、長いロースが消えるのは風が吹いたという縁によって消えたわけですよ。それから水が落ちてきたなんかの縁によって消えるっていうこと、その縁によって全部が成り立ってますよっていうのが仏教の基本的な考え。生きるも死ぬも、私たちが笑うのも怒るのも、ね、家の中で喧嘩するのもみんな仲良くするのも全部縁ですよ、縁起ですよ。宗教はそれこそ目に見えない力を与えてくれますね。どんなことが来てもどんな苦しいことがあっても大丈夫と自分で、それこそ消さない我慢する力が出てくるね。でどうしていいかわからん、目の前まっからでも必ず窓が開く、扉が開くね。そしたら行く道ができる。井村先生、おかげさまé termo budista? おかげさまé termo budista? だからば。Quer que para? Quer que para? Cada pensa diferente, né? Eu acho que depois disso surgiu do budismo. Mas que nem, por exemplo, itadakimasu também, né? O budismo fala que é separado do budismo, né? Mas acho que o shintoísmo também, esse é do shintoísmo. Cada um fala, né? Desse jeito. O kage-sama, esse kage, né? É diferente. Esse que acabei de falar, o kage-sama do budismo é aquele que não enxerga. Se leva ao shintoísmo, o shintoísmo fala, Kage-sama é aquele tudo Kami-sama, né? Porque em Nihonjin, shintoísmo é assim, né? Sora no Kami-sama, né? Taiyo no Kami-sama, Umi no Kami-sama, Mizu no Kami-sama, それぞれ Kami-sama おるって pensa assim, né? Então, Kage-sama no Kage-sama é aquele tudo Kami-sama que a gente não enxerga. Então, cada um fala outra coisa. Por isso que eu dá para pensar, dá para falar que é do budismo, mas outro também para outra coisa sobre o Okage-sama. Que foi a primeira vez que eu vi essa explicação de Okage-sama. Bonito. Obrigado. Então, dá para. でも見えないものの方が多いですよ。多いよ、きっと絶対多いですよ。ご先祖の考えたら知らない人の方が多いでしょ。はい。ね、パパやママ、じいちゃん、ばあちゃん、前のことだけおかげさまでってだから目の前のことに感謝をしてるんだけれども、その後ろにある見えない、知らないたくさんのおかげってすぐおかげって日本人使うね、働きとか命とかそういうものに感謝をしますよっていうのがおかげさま。だから代表してね、僕が千葉さんにおかげさまでありがとうございますって代表でね、見えとるからここにありがとうって言っとるけども、そのおかげさまでっていう時には千葉さんの後ろにあるそのいろんな命とか働きに感謝をしてますよっていうのがおかげさまっていうブッジズムね今日のおかげさまっていう考え方。私若い時はこんな感じ、何万がれないかお前たちはという言葉を聞いたけれども、人間は人間なのにともそうでない。年いって大きくなってて、年いって考えてくると本当に人間として生まれて、それこそありがたいと思うんですよ、本当にね。象が昔はこの猫ぐらいだったっていうでしょ、今はあんな時代が変わって人間は昔ゴキブリだったかもしれない残さないからE, sensei, eu vim hoje só para aprender, porque ó, eu não entendo quase Nihongo e meus pais são falecidos, então eu estou tomando conta, né, do Kotoku-san. Então, eu não sei nada, quase nada. Mas você dá para entender mais ou menos de Nihongo? Muito difícil. Como só tinha, eu acho que era só eu que não estava entendendo, então eu não ergui a mão, porque senão... Mais um. Difícil, né? Mais um. Tem mais um aqui atrás. Mas é importante, né? É.深みっていうんですか、それを初めての人ら分かるけどおかしいんですけど、理解できたような気がするんですよね。ずっともう何でも普通にこう使ってたけどね。Tem sensei que você entende, tem sensei que você não entende. Quando ele fala de Okage-sama, você entendeu? É, pouquinho entendi.見えてることがありがたいと思ってたんですね。でも見えてることが今そこにあるっていうことは裏があるから、今座ってるってことは作った人がおってマテリアルがあってっていう全部裏があるわけでしょ。その裏が見えるわけじゃないですか。それを見えないからそれは考えたこともない。それを全部こうまとめておかげさまっていうことですよ。前、本当前しか見ないですよね。人生の前しか見ない。後ろなんて振り返ることってない。そうですよ。で考えたらね、そのやっぱりペンスだからスプリッカーね、木があってね、木がどっか折ってね、全部辿っていったらね、椅子があって、椅子から木があってね、こっちから今度作った人がおって、売った人がおって、持ってきた人がおって、買うた人がおってみたいな。全部それを辿っていったらね、一つの椅子から裏がすごい広がるんだよ。で、これが多分こっち側がね、しかも乗ってるっていいんだよ。あ、もうキリがない。だって木があったってことは、攻め打ちがあったってことでしょ。攻め打ちがあったってことは、オートラブルがあったでしょ。オートラブルがあったってことは、オートラブルは土や攻め打ちね。オートラブルがあったって終わりがない。終わりがないから、ここで。おかげさまでありがとうっていうことで全てに感謝をしてるっていう言葉がおかげさまと思うんですね。おしゃれすぎるとねあれですけど、何十年っておかげさまって言ってきたけど、今頃80歳になってやっと分かってきよる。同じことですよね。皆さんが言われたように初めて今日分かりました。私もっていうとね、そう違うね。おかげさまで。間違ってたかりますね。の言う間違いはないと。ただ言うときにこの毎日毎月なんですね。この本当の意味を知ると昔よりもね言葉に重みというか重いよね。あ、本当におかげだなと思っているのと、ただねワンブラジレールが。グラスとデウスと同じような感じで言うとった日本人はおかげさまで使うけどもブラジルのこっち使いますと、それじゃなくて本当の意味を知って使うとやっぱりなんか違うというか感じるそのありがとうっていうフリダーありがとうっていうのはそれまでだけどもすごい重い責任やプレッシャーありがとうっていう私つくづく思います。だからおかげさまとありがとうっていうのは一緒なの。ありがとうというのはあることが難しいって言うでしょ、はい、今ここにあることが難しい。じゃあこの一つ今木を言ったけども100年前のこの木のひいひいじいちゃんの木がなかったらここに今この木はないわけだからあることが難しいからありがとう、ね、だから一緒なんですよ。昔の見えないことの一つのねことにもまでも感謝をしてますよ。ありがとうということのおかげさまということです。だからありがとうはオブリガードだっていうけどもこれも本当に言ったらちゃんと翻訳はできてない、その意味の深さっていうかね。もう外人に挨拶すると外人が「トドベン」だから「トドベングラスサビオス」でももうそれで済ませんと他に何を言っていいかもわからないなんて言ったらいいかね、いろんなことそのポルトゲスも知らないしね。だから一つ簡単に変えるとしたらブラササトードスって変えたらちょっと変わるんじゃないかな。例えばみんなのおかげちゅうみんなその中にはいいことだけじゃなくて悪いことだから皆さんの命ね、人生それぞれ悲しいこともあったご主人も亡くされて息子さん亡くされて他にも皆さんもねその嬉しいことだけじゃなくて悲しいこともあって今の私がある。だからいいことだけをね僕ら喜ぶんじゃなくて全てに感謝をしますって。だから小佐藤海さんの息子さん亡くなったご主人亡くなったっていうその前とそれがあってからと今ね今とっていうとやっぱ考え方とか変わってくると思うんですよ絶対に。もう人生の中ですごい大きなことがあるとね嬉しいことでも変わるし悲しいことでも変わると思うんですよね。悲しいことがあったから今ここにおるんだ。それこそ三浦さんがパパにママに言われたんじゃファレシードね。でも今仏壇を自分がしとるからここにおるんだ。じゃあパパやママが生きとったらここに座ってないかもしれない、ね、だからグラササトードスっていうのは嬉しいことも悲しいことも楽しかったことも苦しいこともトードス全部の力で今の私が例えばだからそういうのも一つの方法じゃないかな、それ以外に僕はそこはちょっとポルトゲスだからそうだでも一番違うのはトードス。Imura Sensei, daria para falar de novo o que é o Kage-sama, porque eu não gravei quando você falou. Não gravou. E foi bonita a explicação. Foi bonita a explicação. Tem 5 minutos. O Kage-sama? É. Não, então, porque eu achei bonito o que você falou. Aí que eu falei, vou gravar.Mas quem for assistir não vai entender. Todo mundo está elogiando, falou, nossa, agora entendi o que é o Kage-sama, mas não viu a explicação. Onegai. Mas não sei qual parte que eu falo. Não, quando você fala assim, né? O pessoal veio e agradece a van. A van, sim. Né? Eu quero força do van, né? Mas assim.Não começa aí, né? Tem que ter combustível, tem que ter pneu, tem que ter motor, tem que ter motorista, tem que ter dinheiro para alugar o van, né? 全部これ一個一個見ていったら、ね、ずっとそのなんでコンプチーバーがあるかってったらポストがあるから、ね、まあ、みんなにポストがなかったら困るわけでしょ。ポストに昆布紙があることは誰かが持ってきたわけでしょ。誰か持ってきたっていうことは誰かがペトロールで取ったわけ。ペトロールを取るためには誰かがペトロールそこにあるっていうのをね見つけたわけですよ。っていう例えばその一つでもそうだし、ペネム一つにしてもそうだし、そこにまたその今その小虫の話だけしたけども、間に人がそれぞれおるわけで、この人が元気だから持ってきた、自己せんかったとかね言い出したらもういろんなそのカウズっていうんですか、全部があるから私たちに、だから私たちバイブに「おかげさまでありがとう」って言うけども、おかげさまでっていう時にその見えない裏側の全ての命とか働きとかね、朝のね、だからそういうことに感謝をするっていう意味がある。はい、ありがとう。はい、他に言ったことがあったね。私はあんまりお肉好きでないんです。だから鶏なんか外人を追いかけ回して潰すでしょ。前から裏ばしてたらね。先生からばしたいって感じだね。親生きるためにそれをいただかなかったら生きられんからね。私は肉食べになって何年って肉食べなかったですよ、大きくなってから怒られてね。だから逆にそのベジタリアンでね、私は肉食べんから、私は肉食べんからね、はい、ええんだと思うとるベジタリアンは僕はそれは間違いだとで、どのフルータでもベルドラでも全部ビータルがあるからね。だしベネのかけるでしょ、虫殺すじゃない、うん、はい、私、虫と思ったら毒で死んだ方がいいと思うぐらい、虫見たら目の毛よって言うだけ。それが人間の考え方の限界ですよ、ね、自分の嫌いなものはもう死んだらええ、ね、自分の好きなものだけあったらええ。でもその嫌いなものがないと、花でも、花なんかそうですよね、花が、例えばフルータはそうね、フルータね花があって嫌いな虫がね飛んでって足にね、なんていう花粉がついてとか違う花に行ってそこでフルータになるわけでしょ。で嫌いな虫がおらんかったら好きな漫画が食べれんよっていう話、それが縁起でしょ。おかげさまもそう一緒のことだとね。ああ、そういう時も縁起って使うんですか。私はこの虫嫌いだけど蜂なんかね見たらね逃げ回るでしょ。蜂がおらんかったらみんなフルータ食べれんよ、そうでしょ。そういうことなんですよ。だから自分がフルーツが好きで美味しいって言ってるってことは、回って回って今嫌いだって言ってる蜂にありがとうって言ってるんですよ。おかげさまってそういうことだよ。で僕はこの蜂は嫌いだ、刺された痛いから毒持っとるし嫌いだって言うけども、これがあるから今のね、今日はフルーツなかったからね。ね、でもフルータが、なんか負けたらしい。フルータが勝ったら文句言ったらダメですよ。裏をして。でもね、そういうことなんですよ。自分が嫌いだと言ってる虫。すべてがね。だって土でも起こしたらね、ミミズがおるとかなんか虫いっぱいおるじゃないですか。嫌いでしょ。でも虫が一匹もおらん土は悪い土だから何もできん。できない。育たない。育たない。だから美味しい野菜は虫がおるから美味しい野菜。っていうね。足の踏んで大きくなる。それがね。エラジプルドトルからも下がりました。美味しいでしょ。私あれをよく見る。おばあちゃんが見てますよね。歯の間に尿に虫が入ってるっていうのね。地図書いたみたいに歯がチクチクチクってなってるの、あの中に虫がいるのね。青虫の小さいの。だからそれがどっか穴がそれは悪かないか見て一枚見らには近かったから葉物が嫌い。でも美味しい土だから美味しい神戸が食べれる。それをお医者さんが先生が言われるみたいに言うけど、嫌いなもんは嫌い。毒は体に良くないから消毒したのか。体にはいいので、だけどもこつらえてるんだから。野菜で大きくなってるんだから。あれはちょうど思うの。でもまあ見たら気持ち悪いんだけど、同じ野菜食べてる。そうそうそう、同じ。だからおかげさまって言葉ってありがたいね。こっちでは嫌いだって言いながら、おかげさまででね、野菜食べとったら、嫌いな虫にもね、ありがとうと。ありがたい。